愛の劇場枠で2007年9月3日から10月26日まで毎週月曜日から金曜日の13時13時30分に放送された全40話の昼ドラマである。天まで届けシリーズの総合企画アンテンヌ制作。源氏啓太の1961年の小説家庭の事情のドラマ化作品である。定年退職を迎えた父と 個性的な5人の娘たちのそれぞれの生き方を描く。親子の関わり合いの部分は原作で描かれた要素を残しつつも、娘たちの職業や年齢を、はじめ、6人で分配される金額や、娘たちがその後抱えるトラブルや出来事など、現代の時代背景に合わせて設定が大幅に変更され、明るいタッチのホームドラマとして描かれている。 主題歌やオープニングのタイトルバックはなく、キャストスタッフのクレジットは、本編が始まってから、画面下半分に横スクロールされている。なお、家庭の事情を原作にした作品は、それまでに二度映画化され、1968年には、ドラマ化もされている。亡き妻、エツ子の三回期を迎え、38年間勤めてきた、会社を定年退職した平太郎は、 自身の退職金と妻が残した貯金を合わせた3000万円を家族6人で一人500万円ずつ均等に分けることを提案する。そのことに娘たちは驚くが父の思いのこもった500万円をそれぞれ有意義に使おうとする。ところが娘たちの抱えるトラブルが次々と明らかになっていき仕事一筋で長年彼女たちと向き合ってこなかった平太郎はただ 戸惑うばかり。果たして、娘たちは、幸せになることができるのだろうか一大関係、ふみこ関係三なりこ関係、しなこ関係伊勢氏関係、平太郎関係。ありがとうございます。